得意なこと、苦手なことがあれば教えてください。苦手なことは楽器が苦手です。ジングルベル走れソリオから。走れソリオ、最後に、自粛期間中にウクレレを始めたと、いう大書籍に、これまで練習してきた成果を、発表していただきたいと思います。お願いします。練習したんですけど苦手なんで、まだまだ練習中です。題名は、曲の題名はジングルベル。お願いします。ジングルベル。やめてもらっていいですか。集中してるんで。いや、聞くから歌った方がいいかなと思って。走れソリオかなんて。あ、走れソリオ、丘の上は雪も白く。何？風のようにですよ。走れソリオ、風のように。走れソリオ、ソリオ、風のように雪の中を軽く早く笑い声を雪に負けば明るい光の真剣に一人でこうやってやるよりも、ちっちゃく入った方が大丈夫だ。俺は真剣を大丈夫だ。真剣を知らせたいの。いや、ちゃんと弾けてないから。は、一番ちょうどいい今の。弾けますよね。はい、弾けてる。何なんですか。じゃあ一人で取り直しますか。一人バージョン。はい、行ってきます。一人バージョン。これ難しいんだよ。
じゃあ、首。じゃあ、首。じゃあ、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 じゃ
アグリッチとか、ね、使って質問なんかいやらしいですね。この通り、この通り最初だから思考な出身、うん、好きな女性のタイプを教えてください。違う、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 違